はあ、ヘルブライオンは本当にいないのか。もうヘルブラインどうやったら出てくるの。びっくりした、急に叫ばないでよ。ヘルブラインってなんだ。マイクラの都市伝説だよ。見た目は普通のプレイヤーのキャラクターと同じ姿をしているんだけど、他のプレイヤーが来れないはずのシングルプレイのワールド内に現れるらしいんだ。ワールドにいろんなものを生み出したり、ワールド自体を作り変えたり破壊したりするウイルスのような NPC って噂だよ。 NPC って何の略だっけ。ノンプレイヤーキャラクターの略で、人じゃなくてコンピューターが動かしているキャラクターのことだよ。本当に NPC なのか。誰かが操作してたりしないのか。どうだろう。ヘロブラインの正体はマイクラの開発者の亡くなった弟じゃないかっていう話もあるけどね。実際はその人に兄弟はいないらしいから、その話は嘘だと思うけど。そうなのか。ヘロブライン謎の多いキャラクターなんだぜ。どうやったらヘロブラインに会えるの、教えてるい。ちょっと待って、YouTube で紹介されている出現条件だと、ある18桁の数字をシード地に入力して、フィールドで金ブロック、マグマ、レッドストーントーチなどを使ってネザーラックの塔を立てて火を灯すと現れるみたいだよ。よし、できた。じゃあ火をつけてみるね。いでよヘロブライン。あれ、何も起きないな。まあ都市伝説だからね。なんだ、ヘロブライオンはいないのか。ん、画面がバグってるぞ。あ、本当だ、ゲーム機投げちゃったからかな。いや、ただのバグじゃないかも。ほら、タイトルがマインクラフトじゃなくってヘロブラインって書いてある。お、じゃあここからワールドに入ったらヘロブラインに会えるんじゃないか。ポチッた。ああ、光が。マイクラ都市伝説、ヘロブラインが現実に現れたら。ヘロブライン現る。今の光は何だったんだ。え、なんだこれ、部屋もバグっちゃったぞ。どういうこと。私を呼んだのはお前たちか。これってマイクラのキャラクターだよな、まさか。ヘロブラインだ。うえ、これがヘロブライン。なんか普通だね。いや、マイクラのキャラが現実に現れてる時点でおかしいでしょ。だよな、なんでここにヘロブラインが。私はトゥーユアワールドのボタンを押した人間の世界に出現する。そして私が現れたということは、これから何が起こるか分かっているな。何が起こるか。あれはノートパソコン。まず手始めに私のスーパーパワーでこの家を破壊してやろう。スーパーパワー実行。あー、爆弾だ。しかもいっぱい。やばいやばいやばい。みんな今すぐ家の外に。うわー、ヘロブラインは何でもあり。僕の家が。世界を破壊するのは愉快愉快。ヘロブラインは自由に爆弾を生み出せるのか。おい、なんでこんなことするんだよ。世界を自由に作り変え、破壊しめちゃくちゃにする。それが私の楽しみだからだ。なんてやつだ。ルイの家を壊すなんて、この悪者は僕がやっつけてやる。そうだね、放っておけば町のみんなが危険な目に遭うかもしれないし、僕たちで捕まえよう。覚悟しろ。うん、じゃあ次のスーパーパワーを見せてやろう。あ、実行。町の人がマイクラのゾンビに。これもスーパーパワーの力なの。その通り。さて、お前たちもゾンビに変えてやろう。げっ、まずい、ペケッツ。オッケー、どんな攻撃も効かなくなる絶対防護ビタミン。あ、さあゾンビになれ。なぜ何も起こらない。ペケツのアイテムの力だ。もうヘロブラインのスーパーパワーは効かないんだぜ。えへん。ひとまずお前たちは後回しだ。おい、逃げた。追いかけよう。うわ、街がゾンビだらけだよ。みんなゾンビに変えられちゃったのか。あ、ヘロブラインめ。早く見つけないと。ここを通るのは危険だから別の道から行こう。わかった。これで邪魔者はいなくなったな。おい、いたよ。また逃げたぞ。待て、うん、しつこい奴らだ。だったら道に大量のバナナの皮が。スーパーパワーはバナナの皮も出せるのかよ。でも絶対防護ビタミンを飲んだから痛くないもんね。そうだな、よし、全力で追いかけるぞ。待て、うん、これならどうだ。今度は巨大なウンチ。うわー、ペケペケキューブレーキー。うわー、危なかった。止まれねー。くっそー、ゴージ大丈夫。て、い
行き止まりか。仕方ない。行き止まりは新しい道に作り変えるか。見つけた。あ、もう臭いから近づかないで。わ、悪い。もう追いついてきたのか。またパソコン使ってるってことは、ヘロブラインのスーパーパワーの正体ってあのパソコンと関係があるんじゃ。ヘロブライン、観念しろ。抵抗すると撃っちゃうよ。では私のウルトラスーパーパワーを見せてやろう。え、ヘロブラインが大きくなって。なあ、なんだって。ウルトラスーパーヘロブライン。はあはあ、さあ私を倒してみろ。バナナ。撃たないのか。つまらんな。ならば私はこの世界を破壊し尽くすとしよう。やめろ。ああ、どうすれば。こうなったらこっちも大きくなってやる。体が大きくなる飴。そうか、その手があったな。よし、俺がその飴で巨大化してヘロブラインをやっつけてやるんだぜ。ゴンジ、やっつけなくていいから。ヘロブラインが持ってるパソコンを奪ってもらえる？パソコンを奪う？観察して思ったんだけど、ヘロブラインがスーパーパワーを使うときは必ずあのパソコン操作してるんだ。言われてみれば。じゃああのパソコンを奪っちゃえば。これ以上スーパーパワーは使えないし、逆に僕たちがパソコン操作すれば同じ力を使えると思うんだ。その力を使えば世界を元に戻せるかもしれない。わかった、やってみるんだぜ。じゃあゴンジ、行きまーす。ビッグゴンジ参上。なんだと。さあ勝負だヘロブライン。俺のビッグゴンジ百裂拳をお見舞いしてやるんだぜ。そんなものこのバリアで防いでくれる。なんだこれ。これでお前の攻撃は効かないぞ。近づくこともできまい。近づけないならこうだ。それはさっきの巨大ウンチ。そんなもの素手で持つなって、お前正気か。いつもならこんなことしないけど、あいにくも全身ウンチだらけだからな。くらえ、ビッグゴーンチウルトラスーパーウンチスロー。うわー、くっそー。今すぐパソコンが落下した場所に行こう。オッケー、パソコンあったって。オッケー、スーパーパワーでパソコンも巨大化しちゃったんだ。画面を見て。願いが叶うパソコン。巨大ウンチ作れ、巨人にしろ、バリア作れ、どれもさっき実際に起こったことだ。きっとこのパソコンに願いを入力すれば何でも叶えてくれるんだよ。じゃあポテチって打ったらポテチがもらえるってことだね。そんなことやってる場合じゃないでしょ。急いで叶えたい願いを入力するよ。願いは世界を元に戻して。そしてもうどうしてっと。わあ、パソコンだ。わあ、許さんぞ。今ここでお前の命を。この光はやめろ。あれ、ヘロブライは？っていうか俺の体も元のサイズに戻ってるぞ。ゴーンペケルイ、どういうことだ。ヘロブラインがどこかに行っちゃったぞ。ふふ、ヘロブラインはもういないもんね。え、思った通り、ヘロブラインのパソコンがスーパーパワーの正体だったんだ。願いが何でも叶うこのパソコンを使って世界を元通りにしたから、ヘロブラインもこの世界からいなくなったよ。なるほど、そうだったのか。願いが叶うパソコン。願いを文字で打ったらその願いが叶うんだよ。すごいよね。まあ僕のアイテムの方がもってすごいけど。願いが叶うパソコンを使えば俺はレディにモテモテに。はあ、いろいろ大変だったけど一件落着だね。いっぱい動いたからお腹空いちゃった。早く帰ろう。じゃあちょっと早いけど帰ったらご飯に。あ、ちょっと借りるんだぜ。あ、ゴーンジ、このパソコンを使って世界一モテモテになるんだぜ。え、元通りになったのになんで巨大ウンチだけ残ってるんだよ。くっそー。この後、ゴーは1週間ウンチの匂いがしてクラスの女の子たちに嫌われました。マルト。ローソン店内マルチコピー機サービス、ローソンプリントで買えるペケペケペケッツくんオリジナルステッカー好評発売中。スマホやノートに貼ればいつでも僕たちに会えるよ。ステッカーは全部で4種類。あ、僕のステッカーもある。世界一かっこいい俺のステッカーもあるんだぜ。ゲットすればレディにモテモテ間違いなしだ。詳しくは概要欄や画面左上のアイコンをクリックしてね。みんな絶対ゲットしてね。お願い。